さあ今年もやってまいりました中之島イルミネーション。いやもう雨の中来たでも意識高すぎるやろ。今年は3年ぶりにねプロジェクションマッピングとかもするということでね、こんな出店もめっちゃ出とる。まあユートビアねこんなもの食べてる場合じゃないのでひたすら動画を撮っていきたいなと思います。ガチ勢なんでね、ガチ勢なんでねほんま。ユートビ本日の動画はこちらでございます。初心者必見写真の撮影モード完全攻略講座ということで早速撮ってみましょう。はい、ということで本日はね写真の撮影モードについてね解説していきたいなと思います。撮影モードってねあのマニュアルモードとかプログラムオートとかね絞り優先モードとかシャッタースピード優先モードとかいうあれですよあれ。でもまず結論なんですけど、結論はね初心者の方はもうとにかくね A モードで撮ってもらったらいいと思います。 A モード絞り優先モードです。でただなぜそれが A のかっていうのをね今日はこのあのイルミネーションを見ながらね解説していきたいなと思っております。ほら見てください、これいや綺麗なトンネルですね。この水面に映る感じ、この辺もねいや綺麗です。はい、めっちゃ綺麗。おさらいなんですが、基本この4つ P モード、プログラムオート、マニュアルモード、絞り優先モード、シャッタースピード優先モード、この4つですと。でプログラムオートっていうのは絞りも ISO もシャッタースピードもカメラにお任せで、マニュアルモードっていうのは絞りもシャッタースピードも ISO も自分で設定する。で絞り優先モードは絞りと ISO を自分で設定する。でシャッタースピード優先モードはシャッタースピードと ISO を自分で設定するっていう感じなんですね。でまあそもそもねこの写真というものはですね、この絞りとシャッタースピードと ISO のこの3つを自分で調整することで明るさとかボケ具合とかを設定するんですよ。でそれをね説明するのには夜が一番いいかなと思ったのでね、夜にこれ来たんですけども、ほんで橋まで歩いてきたんですけども、あっちに撮るものなかったからさっきの雪だるまスポットまで頑張って戻っていくぞ。完全に無駄足やった。一旦ちょっとね今から撮影していきたいなと思います。写真撮りながら説明していきましょう。はい、ということでこのねツリーを撮りながらねちょっと説明していきます。まずは A モード絞り優先モード。このツリーをねこうやって狙おうとした時にツリーだけにピントを合わせて周りのね人とかをねできるだけぼかしたいとしましょう。カメラ初心者の方もねもうとにかくやっぱ写真カメラ買ったらこういうね この今の映像みたいにね背景ボケ玉ボケこういうね写真を撮りたいって思う方が多いと思うんですよ。なのでその前提で喋りますけども、このツリーにピントを合わせて他のね周りをぼかしたいなと思ったしましょう。そんな時にですね、まずこれ A モードやったら上に3つ並んでるこれ左からシャッタースピード F 値 ISO なんですけども、 F 値ねこのダイヤル回したら F 値はこうやって変わります。で ISO もねここのダイヤルを回したらねこう変わるんですが、これね F 値とか触ったらねこう分かりますかね、シャッタースピードも勝手に動いてるじゃないですか。これねもう勝手にねこのカメラさんがねこう自動でね決めちゃってくれてるんですよ。こう撮影者このユートビが F 値 1.8 と ISO をね1600って決めた時にカメラがもう自動でね、じゃあこのここやったらシャッタースピードを40分の1で撮りますってね、いや勝手に決めてくれるんですよ。でじゃあなんでこのねシャッタースピード40分の1秒やねんってことなんですが、このね露出補正っていうものがあるんですね。露出補正、写真を明るく写すか暗く写すかっていうのを自分でねこの写真のね明るさをね決めることができるんですよ。自分でまず最初にこの場所やったらこれぐらいの明るさで撮りたいなっていうのをね露出補正でね先に決めれるんですね。でその自分で決めた例えばここやったらねプラス1ぐらい、露出補正プラス1の明るさで撮りたいって決めて、ほんで F 値と ISO も自分で決めた時に露出補正プラス1の明るさに撮りたいんやったらシャッタースピードは40分の1秒ですってカメラが言ってくれてるんですね。でじゃあこれ次にねマニュアルモードやったらどうなるかと申しますと、マニュアルモードで露出補正っていう概念はないです。マニュアルモードの場合はねこの順番がちょっと逆で、 F 値と ISO とシャッタースピードを自分で決めました、その設定で撮れる写真は露出補正でいうところのこれぐらいの明るさですよっていう感じのね流れなんですよ。わかるかなこれ、もう一回いくで、もう一回いくで。 A モードやったらまずねプラス1ぐらいの明るさで撮りたいっていうのを決めます。こうするとねどんな設定で撮ってもねこのプラス1の
明るさになるんですね。 F 値4にしてもプラス1の明るさになるし、 F 値をね、こう9、10、11とかにしてもプラス1の明るさになるようにシャッタースピードを調整してくれると。ただ M モードになると、自分でこの例えばじゃあ F 値をまず 1.8 にします、ほんで ISO を1600にします、ほんでシャッタースピードを40分の1秒にしたら初めてプラス1ぐらいの明るさになりますっていうね。自分でその正解の明るさまでこの3つのね設定を調整してたどり着かないとダメなんですよ。ただこのマニュアルモードのメリットとしては、もうねこんだけ暗いところやったら F 値はねもうまず絶対 F 値 1.8 一番低くして絞りをギュワンと大きく開けている状態でしか撮らないと。ほんでシャッタースピードもね、これ手ぶれしないスピードにね設定しとくんですね。今回ね 50mm のレンズつけてるんで、50分の1秒より早かったら手ぶれしません。無駄にこれ5000分の1秒にするとめっちゃ暗くなるじゃないですか。これ意味ないので、暗い時はもうこうやってね50分の1秒って先にもう固定しておくんですよ。であとはもうこの ISO の数値を触るだけなんですね。この ISO の数値を触ることでこの明るさを決めると。だこういうね暗い夜景の時とかは F 値もシャッタースピードもねもう絶対もう固定で決まるんで、 ISO をいじるだけで済むんで結構楽なんですね。夜景の時はマニュアルモードの方が。ただねこれ逆になんかさ、めっちゃ明るい時とかやったら A モードにしてあげた方が、太陽が出たり曇ったりしても室内に入って明るさが変わったとしても、どんな状況になったとしても絶対にねこのプラス1っていう明るさで撮ってくれるので、いちいちその都度ねシャッタースピードをなんか速くしないとダメとか ISO を考えないとダメとかいうね手間は省かれますと。とにかく A モードやったらまずは露出補正で撮りたい写真の明るさを決めます。もうここ決まっちゃったんで、その明るさになるようにシャッタースピードを自動でね調整してくれると。でマニュアルやったら完全にねもう全部自分で調整してこの明るさにするんで、若干この目標の明るさに行くためのスタートが違うっていう感じですね。大丈夫これ大丈夫かな。ほんで次にねシャッタースピード優先モードいきましょう。これはねあんまりおすすめしないんですが、いきましょう。シャッタースピード優先モードになると、シャッタースピードを自動で調整します。で F 値をねカメラが自動でね調整するっていう感じなんですね。露出補正でまず撮りたい明るさ決める、ほんでシャッタースピードを自分で決めると F 値が勝手に決まるっていう流れなんで、こうなるとね、あの皆さんこうやっぱさ、ボケ写真を撮りたいなって思った時に勝手にねこの F 値がさ 2.8 とかさ、めっちゃねこうなんか大きくなってしまったら、ボケさせたいのにボケへんやんってなりますんで、なかなかねこうあんまり使う機会ないかなって感じなんですね。でいやいや言うとびよ、シャッタースピードもさなんか速くしたりとか遅くしたりとかね決めたいと自分で、だからそんな時はねシャッタースピード優先モードの方がええんちゃうかってな思われると思うんですがね、それも言うとびはね、あの A モードでやっちゃうんですね。 A モードやったらさ、 A モードやったらさ絞りをね自分で決めます、ほんで ISO も自分で決めます。そん時にねシャッタースピードが60分の1秒ですと。でまずそもそもね F 値をね一番低い数字で撮りたいので F 値は固定ですと。でこれをねもっと速いスピードで撮りたいって時は、この ISO をね上げてあげるとね自動でねシャッタースピードもね速くなってくれるんですよ。だからねここの場所やったらシャッタースピードを400分の1秒でめっちゃ速く撮りたいってなったら、この ISO をね大きく上げていって、このシャッタースピードがね自動で400分の1秒になるところまでね上げてあげる、調整してあげるんですね。これでね実質シャッタースピードも A モードでね調整できるんですよ自分で。っていうか、向こうにめっちゃこっち向いてみんな座ってるけど、俺めっちゃ怪しいよな絶対こんなところで喋ってさ、しかもこのトイレの横で喋ってますけどもすいません皆さん。いけた、今のは伝わったんちゃうかな。とにかくまず写真撮りたいって思った時は、この絞りをね開けるか閉じるかでめっちゃぼかすか全体的にピント合わせたいかを決めると。まず大前提それを決める。でその上でシャッタースピードも調整したいなって時は、この ISO をね調整することでシャッタースピードを決めると。だこの場所でシャッタースピードをねめっちゃ遅くしたいなってなったらね、 ISO も一番低く100にするんですね。これで 0.4 秒になった。でもっと遅くしたいってなった場合はもう F 値をね上げるしかない。もうここはもう F 値を妥協するしかない。だ F 値を取るかシャッタースピードを取るかですよねこれは。まあ、そんな感じやな伝わったかな。まあ今のゆうとびの気持ちとしては、なんか説明って難しいなって思いました。でかつ撮るもんないなって思ってます。唯一良かったのは雨が止んだこと、そして今ちょうどプロジェクションマッピングが始まったこと、まあ、この動画ちょっとね、あの分かりにくいぞっていうコメントがあるかもしれませんがですね、まあたまにはさ
まあちょっとあのね、まあ、年末この動画が上がった次の動画からちょっとねスペシャル動画が続くんですよ。で急遽ねそのスペシャル動画1本ね減ってしまったんで、あなんとかねもう1本撮らないとなっていう気持ちで今日ここにやってまいりました。なので、はい、今回のクオリティの低さに関しては皆さん何卒ね温かい目で見ていただけたらと思っております。まあ、ここまで長くね説明頑張って聞いていただいた皆さん本当にありがとうございます。ねこれまあまあこの動画、まあ、告知動画ということでねしていただきたいなといった所存ですね。まあほんまにちょっと年内ねあと、まあ、今日21日であと10日しかないんですが、その10日で言うとびちょっとあることを考えておりますので、ちょっとねそんな動画、楽しみにしていただきたいなと思っております。まあ本当に今まで皆さんに散財意識をね高めるような動画ばかり上げて、皆さんの潜在能力散財能力をね上げてばっかりでいた言うとび、人にばっかり言ってるんじゃなくてですね、自分もちょっとそういう潜在意識を散財意識を高めていきたいなって思いまして、この2022年締めくくり頑張りたいなと思っております。なのでぜひ皆さん次からの次回からの動画ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということでもう喋ることないので終わりまーす。はい、ということで本日は撮影モードについてのね解説動画を上げてみたんですけども、今までのユートビーチチャンネル史上一番説明が分かりにくかったのではないでしょうか。いやちょっとこれ反省する、ちょっと反省します。ただもう言ってることは間違ってはないと思うのでですね、なんとかねこうちょっともう一回見返していただいたりとかして、まああとテロップでも頑張って補足しますのでですね、ぜひこう撮影モードを次回から撮るときはね A モードとかねマニュアルモードを挑戦してみてください。道間違えた間違えたこっちや、まあ、とにかくゆうとびが言いたいのは次回からの動画は本当にお楽しみください。もう今年はねしっかりと締めくくっていきたいなと思っておりますので本当にお楽しみに。ということでもう喋ることないので帰ろうと思います。さよなら、バイバーイ。